こんばんは。6時のニュースをお伝えします。与作市の与作第439原発の処理水の排出が思わぬ事態を招いています。与作市や東京の飲食店などに処理水の放出を非難するような迷惑電話が相次いでかかっていることが分かりました。与作市の第439原発の処理水放出をめぐり、日本の飲食店やホテルなどの電話番号を調べ、迷惑電話をかけるいわゆる電凸動画の投稿が中国各地で相次いでいることが TVJ の取材で分かりました。はい、ありがとうございます。もしもし。はい、もしもし。私は中国人の陳海海。はい。中国人の陳海海。中国人の陳海海。中国人の陳国海海でしょうか。チャイナの陳海海。ちっちゃい陳国海海でしょうか。違う、とにかく、なぜバーツの処理水を海に捨てる。はい。なぜゲパーツの処理水を海に捨てる。ゲッターズの処理水を海に捨てるですか。もういい。数十万回再生された動画もあり、処理水の放出を口実にした閲覧数稼ぎが目的のものも多数あると見られます。北京の日本大使館は犯罪行為に当たると警告。しかしこうした動画は現在も増え続けていて、中国政府は実質的に迷惑動画の投稿を放置している状況です。こんにちは。こんにちは。核処理の排出を禁止しろ。すいません、もう一度よろしいでしょうか。こんにちは。そこは大丈夫でございます。その後の言葉をもう一度お願いいたします。核処理の排出を禁止しろ。核処理の排出を禁止しろでございますか。そうそう。核臭の排泄、それは厳しいかと思われます。核臭の排泄を禁止しろ。ですから、やはり働いている従業員も人間ですので、どうしても排泄物は出てしまう形になります。排泄、海に捨てるな。海に。当店舗の従業員は排泄物を海に捨てるような行為は一切行っておりませんが。こんなんじゃ安心してお店舗もできない。はい。安心してお店舗もできない。安心しておちんぽ。このような迷惑電話は未だ後を絶たず、現在日本政府は対応に追われているとのこと。以上。